ラッパーのショーン・コムズ、ディディが逮捕され、彼と過去に親しかったジャスティン・ビーバーの関係が再注目されている様子が報じられています。ディディは恐喝や性的任売買の容疑で起訴され、これをきっかけにビーバーとの過去の映像が再び話題となっています。この映像ではディディがビーバーにハグをし T シャツを触る場面が見られ、ファンからは不自然だ、ビーバーが脅されているといった憶測や批判が相次いでいます。 SNS では盗聴器を探しているのではないか、いや、ビーバーがトラウマを抱えているように見えるといった声もあり、ビーバーがディディとトラウマボンディング、トラウマ性な絆を持っているのではという指摘もされています。ビーバーはディディの逮捕について公にコメントしていません。ディディは無罪を主張し、2025年に裁判が始まる予定です。ビーバーって昔からホモ疑惑でバカにされてたけど、実は辛い過去があったんだな。アメリカってこういうの本当にすごいよな。日本は忖度ばかりで被害者が泣き寝入りするのが悲しいよ。自分も子供の頃に変なことされた経験あるから、ビーバーと話したら俺たち兄弟だって言われるかもな。被害者に男性もいるんだよな、やっぱり彼もやられてたのか。っていうか今のところ出てる被害者って美少年ばっかりじゃん。アメリカでも有名な司会者とかは逃げ切ってるから、結局あんまり変わらないかもね。なんかジャニーエクスタインみたいな感じがしてきたな。そういうことがあったからあの立場にのし上がれたんだろうし、ある意味受け入れるしかないのかもね。まだ謎の死を遂げていないのか。これもう悲しくてたまらん。ワイルドスピードの新作はこれでストップしちゃうのかな。ジャスティン・ビーバーが YUMMY って曲を出した時、インスタで赤ちゃんの写真を大量にアップしてたから、あれ普通にヤバい感じしたな。なんでディディの件日本でほとんど報道されないんだ。この件日本のメディアがあんまり取り上げてないのが不思議だな。ジャニーズ問題を蒸し返すきっかけになりそうだ。アメリカ民主党や権力者に不利な話だから日本のメディアも避けてるのかもね。ディディの元ボディーガードが政治家の話も暴露してるらしいけど、日本のメディアが黙ってるのも納得だわ。性犯罪って裁くのも難しいよな。被害者が世間にさらされるリスクもあるし。日本でも報道はあるけど大谷さんの話題の方が大事ってことなんだろう。日本は賠償とかをうまく引き伸ばして国民はその間に別の話題に夢中になって忘れちゃうんだよな。日本の大学とか広告業界でも同じことが起きてるんだろうな。みんな弱み握られてるから誰も声を上げられないんだよ。ジャスティンが結婚しててよかったよな。もし独り身だったら精神的にやられてたと思う。売れっ子タレントって有力者に利用される運命なんだよな。例外はないって感じ。最年少の被害者が救済って信じられない話だよな。やられてないのに被害者ぶってたらそれも問題になりそうだな。ジャスティンは日本に結構寄付してくれてるみたいだから、そういう点では日本にとってはありがたい存在だよな。なんでテレビでこの話題が出ないのか全然見かけないんだけど。リディの事件には銀行とか製薬会社も関わってるらしいから、そりゃ日本で報道されにくいよな。